こんにちは。デモンストレーターの田原英一です。2月23日から2月26日、木曜日、これは祝日なんですけども、あと金曜日、土曜日、日曜日と、8日間、パシフィコ横浜で CP プラス2023が開催されます。健康トキナーでは30コマのブースにカメラ、 カメラといっても、これは健康トキナーのカメラの場合は、いわゆるトイカメラといったものがあったりしますし、あとはレンズですね。トキナーレンズ、ツアイスのレンズ、そしてサムヤンとレンズベビーと、4ブランドのレンズが並びますね。そして三脚はスリック。あと健康フィルター。で、さらに健康の双眼鏡や天体望遠鏡といったものを一度に並べて、皆さんをお迎えしようと。 してるわけなんですが今年の健康と機能のブースはステージを設けずに製品をメインに触っていただくということで構成しておりますまあ、今回こう私がこのスリックの三脚を持ってアピールをしようとしているのはブースにお越しいただいて例えば三脚を見るときどういうところに注目いただいてチェックするかというお話をしたいと思います もちろん新製品直前発表でいろいろ出てくるわけですけども新製品を見るというのが CP プラスカメラショーの楽しみということがあるかもしれませんけども実際のところは普段例えばお店に行って三脚に触りたいなと思ってもなかなか係員の人がいなくて触りづらいといったことであったりとかあとはどれを買ったらいいかお勧めしてほしいなんていう時に CP プラスの会場ですと 経験豊富な担当者がいますから、いろいろ相談に乗ってくれるというところがポイントだったりしますね。例えばですね、これスリックのマスター3。まあいろんな三脚がありますけど、この三脚はね、もう50年ぐらい、雲台の形が変わらずに売ってるといった三脚ですから、それこそもう時代に裏打ちされた名器という感じなんですけども、こういったものも展示してますから、気軽にまず持ってみていただく。 あ、こういう重さなのかと。これ 2.8kg なんですけども、2.8kg と耳で聞くのと、実際に三脚として持ってみるのがだいぶ違いますね。そして、まず伸ばしてみるということがありますね。伸ばすときに、このナットと言うんですけども、半回転でこのように伸ばせるわけですが、この時の力加減ですね。思いっきり力をかけなきゃ動かないのか、それともスムーズに動くのか、ということもチェックいただければと思います。 このように三脚をね、まっすぐ立てて持って操作いただくと楽に伸ばせますから、そして CP プラスの会場ですとね、まあこうやって足を広げてチェックする。できる時も、お店の売り場で、あの、あまり場所が広くないところでこう広げたりすると邪魔だなとか言われるかもしれないですけど、そういったことがなく、ゆったりチェックできますから、ぜひこういった具合で三脚を実際に自分で手に取って伸ばしてみて、そして立ててみると。 いうチェックをされればいいかなと思います。で、この操作感のチェックですね。例えばエレベーターですね。緩めてエレベーターのギアを動かしてみる。上から押すとこのようにガラガラガラと下がったり、あ、これは今しなくなってますね。ロックかかってますね。まあ、このガラガラガラと落ちたりとか、ロックをかけて、ゆっくり動くようにできるといったところも、これ実際の動作、私の動画で見てるんじゃなくて、自分で確認ができる。 自分で製品を触ってじっくり検討ができるというのも CP プラスの楽しみの一つかと思いますあとですねカメラをご持参いただけばその実際自分のお持ちのカメラを載せてみて操作感を試せるということがありますね例えば運台の操作感ハンドルを緩めて上下左右という動かし方ができるわけですがこうして画面を通してスムーズに動いてるなというのを見るのと 実際にカメラを載せてみてカメラのファインダー内を覗きながらこうやって動作を確認するのでは全然体験として異なってくると思いますまあこういったですね実際に製品を触るそしてメーカーの担当者と直接お話ができるというのがセミナー有名先生のセミナーを聞くというのも一つの楽しみではあるとは思うんですがセミナーをばかり聞くんではなくってぜひですね 製品に触れれていいただければなと思いますちなみに私自身は CP プラス期間中はトキナーのレンズカウンターの方にいようと思ってますので三脚の説明を聞きたかったのにと思われる方誠に申し訳ないんですがえ中野の健康トキナーでは多分スリックの三脚を実際にあの私の説明を聞きながら触る機会というのがあるかと思いますのでまたそういうスリック三脚 生み立て会みたいなイベントもしようかなと思ってますから、それは CP プラスでなくてちょっと別会場になってしまうかもしれませんけども、まあ、今回このようにですね、三脚のチェックの仕方というところでお話をさせていただきました。三脚のチェックの仕方でね意味がないなと思うのがですね、これ昔からよくやる人がいるんですけども、三脚をこうやってひねってみるみたいなね。 あのこれぐらいマスターぐらい割としっかりしてるとこうひねっても大したことないんですけど本当にね軽くて1キロ未満の三脚でこう一生懸命ひねって揺れるれするじゃないかみたいなことをやる方おられるんですけどもそれは三脚の重さと実際の使用加減のバランスですから実際三脚を使う時ってカメラをおろして使うものでこうやって揺すって使うわけではないので無理な力をかけて三脚を壊したりしないようにですね是非 安全にご覧いただければなと思いますそういうことでねスリップの三脚を、えー、今回はですね多分フルほぼフルラインナップで置くんじゃないかなということになりますのでねで新製品もまだしゃべれませんけどもいくつかは予定してますので新製品の方も楽しみにしていただければなと思います、えー、CP プラス2023ですけども事前予約制になってますのでぜひ あのこの概要欄に予約のサイトのところを貼っておきますので事前予約をいただいてです、ねえー、お越しいただければなと思います、まあ、今回4日間開催なんですけども多分金曜日が平日なんでそこが一番少くかなと思うんですけどもわ、まあ、割とそのコロナ前のすごく混んでた時よりかはゆったり見れるんじゃないかなという情報がありますので、まあ、カメラレンズに興味ある方、まあ、そして写真に全てに興味ある方ですね まあこの三脚ということになるとカメラレンズのアクセサリーということになるんですけどもアクセサリーまでじっくり見れる展示会というのは CP プラスの特徴かと思いますカメラやレンズに関してもねいろんな各社製品が出てきますのでこの機会にぜひチェックいただければなと思いますということで今日は三脚の展示会場での見方みたいなお話をしました まあこのスリップのマスター3みたいな長年売ってる製品とかだとですね本当とにまあ50年間作り続けた三脚ってすごいなっていうことが触ったらわかるかもしれませんので是非現場で触ってみてください。